皆さんこんにちは、安田です。久しぶりに喋ってます。週末終えたんでね、まだね、水道管の工事が終わらなくて、なんか水道管工事してる時ってなんか配管がなんか地上を通るというか、なんか普段と違うところを通るみたいで、今ね、夜というか明け方になると、あの水道管が凍ってるんで水が出ないっていうね、あの最悪な状況に陥ってる年末なんですけど、皆さんはゆっくりできてますか？年末ね、あのお仕事の方ももちろんいると思うんですけど、まあ、来年ね、いい年を一緒にね、お迎えしましょう。あと、そういえば、最近、あともう少しで、次のピアノレッスンなんですよ。なので、皆さんお待ちかねのね、本編のピアノレッスンの方がね、もう少しで、見れると思うので、ね、ぜひね、この動画の行方を注視していってください。まあ、ピアノレッスンは、ごめんなさいね、社会人の、その、なんか会社に行ってた時は、月3回、レッスン受けてたんですけど、今は、ピアノレッスンを、まあ、12月、まあ、今月から再開なんですけど、月2回で通ってるんですね。で、月2回の、なんか感想は、なんか適正値だなって思ったんですよ、月2回が。月3回受けてた時は、なんか多かったなっていうのを今になって思って、やっぱりね、こう、月3回だと、まあ、上旬、中旬、下旬ってなるんですけど、なんかね、ものすごい近い感じがして、なんかね、慌ただしくピアノをこう練習しなきゃいけなくて、なんか、大して練習することができずに、なんかレッスンに通ってて、なんかすごい、せかせかしてたっていう印象がしますね。その代わり、月2回に、したところですね。やっぱりこう、前回のレッスンから少なくとも、なんか自分のペースで、進められる部分があったので、まあ、もしね、参考程度になんですけど、僕大人から今ピアノ習ってるんですけど、月2回ぐらいが、月3回もやったし、月2回も、ちょっとやってみて、多分月2回の方が、いいのかなっていうのを僕はおすすめします。やっぱ本当に3回の時と比べて全然負担が違うっていうのはね、わかる。まあそんな感じでね、群青の練習を今日もやっていきます。で、コメントいろいろいただいていて、手首確かにめっちゃ下だなって昨日の動画ね、見ててね、思ったんですよ。これいつか指摘来るだろうなっていうのは本当タイムリーなことに思ったら、矢先ちょうどね、コメント入っていて、なので今日はね、手首の位置とかそういうところもね、気にしていきたいなと思ってます。それぐらいかな。あとはなんだろうな、特に今は、まあ、6ページ目超えて7ページ目入って、7ページ目もやっぱ難しいなんだよ、下ってもうね、難しいんですよ。その自分のレベルに合ってない曲をね、チャレンジしてるんで、いろいろご意見はありますでしょうが、これを弾くまではとりあえず、これも一つの企画としてね、群青を弾いていって、まあ、この群青が終わったら、自分のレベルに戻そうかなって思ってます。じゃないと僕が死んじゃうって思って、この練習量をずっとやってるのは、ちょっと厳しいみたいな、そういうところがあります。はい。で、あと、そういえば、あと僕の、もう一つ別チャンネルで、ジャンバリピアノっていうのがありまして、そこではね、プロのピアニストの野口幸太さんと吉田幸男さんっていうお二人が、河合表参道というところで、この、本当にフルコンサートピアノ、でっかいピアノで、2台ピアノ演奏を、今はね、メインに投稿してるチャンネルの撮影とか編集をやっているんですけど、まあ、そちらの方のね、チャンネル、年明け1日にですね、まあ、お正月にふさわしい曲っていうのをね、投稿しますので、説明欄の、下の方にね、確かジャンバリピアノ、2台ピアノっていうチャンネルがあるんで、そちらも見ていただくとね、やっぱり全然違いますから、僕のレベルなんかとか、そういう、もう次元がそういう次元じゃなくて、プロの演奏なんですね。で、音もですね、吉田幸男さんっていう方が非常に、調整してまして、いい感じになってます。映像は絶賛勉強中の僕がいろいろ撮影してるんで、ぜひね、見ていってください。ほんと初期の動画を見るとね、なんかだいぶ変わってきたなっていうのは思います。やっぱカメラってすごい、なんか全部独学なんですよね。編集ソフトとか、
ラストレーター、フォトショップとか、あと、なんだろう、その撮影に関しても、なんか周りに全然カメラマンの方の知り合いとかいなくて、どうやったらつながれるのかなとも思ったんですけど、なかなかね、こう写真を撮る人って、いっぱいいるんですよ。でも、ムービーの方って、なんかそんなにいなくて、ね。で、なんかこう、僕使ってるのが、ソニーのね、ビデオカメラなんですけど、やっぱビデオカメラよりもなんか一眼レフの方が、まあ、暗いところの環境に強いっていう風に言われてるみたいで、まあ、ちょっと川合表参道のあの部屋っていうのは、まあ、割とね照明がね、暗めだったりもするので、まあ、そういう環境でね、昔は照明持ち込んだりしたんですけど、今はね照明持ち込まないんですけど、まあ、どうやったら綺麗に撮れるのかなとかっていうのを普段からこう考えてます。そしてね、この間コンサート撮影を、吉田幸男さんのコンサート撮影した時も、あ、やっぱりこうホールっていうのはステージ以外はすごい暗い環境だから、こうどうやってね適正値出していくかな、カメラの設定の話ですね、適正な値を出していくのかなとか、なんかそういうことをね、身近で、もし千葉県の木更津市にムービーの方のカメラマンの方いたら、ぜひ僕にメールください。いろいろお聞きしたいことが山ほどあるんで。そんなピンポイントでこれを見てる人っていないと思うんですけど、もし視聴者さんの方でつながりがある方いたら教えてください。本当に知りたいカメラのこと。まあそんなこんなですね、もう本当に日がないですよ。2021年ですか。来年2022年、2022年はね、もう今よりも飛躍してね、いくと思います。この今はね、ものすごいちっちゃいこの YouTube チャンネルなんですけど、少しずつ少しずつではあるんですけど、僕も自分を変えていって、どう成長させていくのかっていう、その自分自身の成長もそうだし、 YouTube の成長もそうだし、そのもうほんとトライしてエラーして、またそこを改善して、実際にやっていってダメだったなって思っているところを改善していってっていう、そういうことをやっていくしかないんですよね。で、こう、まあ、よくね、ユダヤの法則ってご存知の方いると思うんですけど、人間ね、どんなにね一生懸命やっても 100% ではならなくて 78% なんですって。で、じゃあ残りの 22% って何って言ったら、次改善することらしいんですよ。だから、いくらね、こう自分は完璧にこうやったと思ってもね、100点は取れないんですよ。だから全部が 78%、 一生懸命やってね、100点だと思っても 78% で、必ずどっか改良点があって、次のね改善をしていかなきゃいけない、まあそういう話なんですけど、まあ完璧っていう風なのは全然、完璧にやろうっていうのは全然今のところね考えてなくて、でもとにかく改善点があったら少しずつ改善していくってことですね。僕の本当にレッスン動画の初期なんて、もうなんかね、あの時会社でも、なんだろう、あの時ってどういう時だったのかな、なんかね、多分ね、あれ転職した直後で、でなんかプライベートでも同棲してたのが解消になったりとか、もうなんかほんと気持ち死んでた時なんですよ。だからあの時の僕のなんだろう、レッスン動画の感じを見てると、半分死人みたいな感じになってるんですよね。なんかああいう時もあったなって思って、なんか今になってね、なんかすごいしんどい時でも結局時は過ぎ去るし、なんかとりあえず何があっても大丈夫なんだなっていうのをね、自分の動画を振り返りながらこう思ったりもします。もしね、半分死人みたいな僕を見たい時はね、初期のレッスン動画を見てもらうとね、覇気がね、どこ行ったお前みたいな姿が見れますのでね、ぜひね見ていってください。はい、そろそろやらなきゃいけないですね。群青です。今日も、最初は右手を引いて、その次左手引いて、でその次両手を引いて、であとまあ先に進めたり、自分で課題に感じたところとかね、やっていきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。いつも通りね、120回のペースにします。
手首上げることを意識して、なんか小指で引くのが少し楽になった気がします。っていうか、なんかそれを考えると椅子低すぎなんじゃないって思った。椅子低いよな。ちなみになんですけど、ご存知の方いたら教えてほしいんですけど、椅子の高さってなんか基準あるんですかね。言葉で説明するのすごい難しいかもしれないんですけど、どんな感じで皆さん椅子の高さって決めてますか。もしね、それぞれあったらコメント欄で教えてください。多分みんなそれぞれ正解だと思うんでよろしくお願いします。こんぐらいかな。もうちょっと上げてみる。あんまり上げすぎると下がなんか寝巻きみたいな感じで引いてるのがバレちゃうけど、まあいいや。そう、毎回ね。これでいいか。カメラ、うん、OKOK。はい、次左手。違います。
あーちょっとねこれね忘れちゃうんだよな、難しいのちょっとね込み入ったところ忘れちゃうから、ちょっともう一回やろう。なんかこれ何度も反復練習しないと忘れちゃうの。次両手か。もうなんかこの1ページだけ外に置いとくのあんまりない。いや楽譜のファインダーってこれあれですね、一個一個外せるのがあったら楽ですね。なんかこれ外せないんですよね多分。外せたらなんかもっと広げられるのになと思って、なんかすごい物を買うのにも勉強になるわ。みんなどういうのを使ってるのかあんま見、ほとんどの人がなんか電子楽譜使ってるのしか見たことないから。よっそ。Thank you.
ああ、ここらんからね、またね、先に進むのはね、大変。やっていかなきゃいけない。さて、ちょっともう一回やり直そうかな。いや、明日、明日とか言っちゃった。ここ聞かなきゃな、ここ聞きてえな、いろいろ。ちょっと7ページ目をね、今から練習します。一箇所間違えましたけど、大体リズム的にはこんな感じ。もう一回行きたいんだよね。もう一回な、ちょっとこの。難しいですよ、僕初なんですよね、3連符ある楽譜なんて。次、左手。まだ全然違うぞ、俺。
いやこれどこまで進めるかな今日ね。くわーなあ楽譜がねあのこう上から次のこう右一番行ってまた最初にこう戻るこの目線がねとか不読みが遅すぎて目線がそっちまで行かない。ここも難関やね。いや全部難関なんですけど。違う。いやなんかねここなんだっけな。この色がすごい長く感じる。大して長くないんだけどな、鍵盤見ると。さあ、こっからやり始めるか。ちょっと待てよ。先に譜読みができたやつなんだ。これなんか指番号振っていかないと全然わかんないな。
逆だ。さあ、どこまでやるべかない。ここかな。4小節進められるかな。ちょっと聞いてみよう。ここだ。ごめんなさいね、今いろいろ音を聞いてるんで、動きがない。
明日の課題、明日って言ったらもう完全にバレる。もういいや、明日レッスンです。ここだな、難しいね。明日ここ聞こう。はあ、練習で最後にします。Thank you.
はい、終了。今日はこれで、ピアノおしまいです。はい、というわけで、7ページ目ね、少しだけ進めました。なんかね、この先はね、ちょっとレッスンでやった方が本当にいい感じ。なんか自分の知識量が足りなすぎる部分もある。楽譜のなんか読み方で分かんないと思うところがあるから、レッスンでやりたいと思います。そしてね、ピアノの椅子の高さ変えると景色も変わったり、あとね、ちょっと弾きやすさもね、変わった気がする。なんか、なんだろう、だいぶね、この前まで小指、なんでこんな小指使いづらいのかなと思ったけどね、手首が低すぎると小指使いにくかったですね。で、今回ちょっと椅子の高さを変えてみたんですけど、非常に、なんか弾きやすい感じもしました。そして、なんかちょっとね、楽譜を見るで景色も変わるんですよ。椅子の高さが数センチ変わるだけでこんなに違うのかなって思うぐらい、なんか椅子の高さっていうのも大事なのかもしれないですね。そんな感じで、すごい、寒波がね、迫ってるみたいですけど、皆さんしっかりね、スタッドレス履いてますか？まあ、都市部に住んでる人は車なんて持ってないよっていうかもしれないけど、皆さんね、雪がもし降ってる地方の方にいる方は、運転にはね、十分気をつけてください。スピードの出しすぎとかね、スリップね、ブラックアイスバーンとかいろいろ気をつけてください。年末にね、事故っちゃうと大変なんでね、新年いい形で、迎えられるようにね、準備していきましょう。てな感じで、今日のレッスンじゃない、今日の一人練習を終わりたいと思います。それではまた明日以降のね、動画もお楽しみください。まだチャンネル登録してない方はぜひとも、チャンネル登録してください。来年また新しい企画とかそういうのができるようにね、考えてまして、チャンネル登録1000人いくようなチャンネルに成長させていきたいと思ってます。ピアノが弾ける人、そしてピアノが弾けない人もね、弾けないって言ったらおかしいかもしれないけど、ピアノがそこそこな人でもこう YouTube でこうやってね、楽しめるんだっていうところを、なんか実際に自分でやっていきたいなって思ってるんですよね。こう上手い人でも下手な人でも、なんかこうやって動画を通してね、いろんな人とコミュニケーションができればいいなって思ってますので、今後も応援よろしくお願いします。この動画いいねと思ったら、ぜひともね、チャンネル登録よろしく、チャンネル登録じゃない、グッドボタンもお願いします。それでは、また次回別の動画でお会いしましょう。さよなら。